ごい、コンノの餌付けに成功したみたいな感じ。野生のコンノの餌付けに成功したよ。さあ、お、かわいいね、かわいいね。ね、君ね、まだ出ない。もう一切れ。ネタを磨き上げ、気づけば単独ライブの数は芸歴をも超える19回に到達。しかしその間に同期の芸人たちは賞レースなどをきっかけに羽ばたき、コントしか知らない2人は大きく水をあけられていった。続けてずっとやるっていうことが大事だと思ってましたね。だから他のことはやる気がなかったですね。そんな中、二人が心から待ちわびたイベントが開幕。当然のごとく1年目から参戦。2年間は結果を出すことはできなかったが、エレキコミックさん、3年目の今年、ついに風穴を開けた。芸歴1年目、ぜひ見てください。14年です。全人生を捧げたコントバカが今宵日本一のバカになる、エレキコミック。あー、9月に入って過ごしやすくなったな。でも実家に帰ってきてよかったな。あー、やっぱ落ち着くわ。ただいま。おー、一郎くん、絶望おじさん。あー、大きくなったな。絶望おじさんが来てくれた。うわー。まずは絶望おじさん、お年玉ちょうだい。いきなりお年玉ちょうだい。お年玉ちょうだい。まあ9月だよ、前借りだよ前借り。来年の分ちょうだい。そういうシステムないからね、前借りとか。僕来年中学だから1万円はもらえるよね。え、1万円はもらえるよね。それはこっちが決めることだよ。最低でも1万だよね。最低、最低でも1万だよ、ね、いや最低来年中学だもんね。待ってよちょっと一郎君。よし、え、何、1万円はもらえるだろう。ちょっとで、中学の入学祝いで3万は固いと。固い、あの人親戚でも出す方だからな。全部聞こえてるよこっちに。4万円か、ちょっと切り悪いな、うん、じゃあ5万円にしよう。え、5万円ちょうだい。5万円ちょうだい。ものの数秒で5倍に値が跳ね上がったんだけど、払わないよそんなに。ねえ、いいでしょ、僕頑張ってテレビ見るから、頑張って寝るから。何も頑張ってねえじゃねえか、普通に怠惰な生活を送ってるだけだろ。ちょっとした距離でタクシー使うから。使わなくていいよ、あげないよ。え、5万円ちょうだい。無理無理無理、くれないの。ああ、怒りすぎだろおい、顔すげえなおい。ちょっと一郎くんさ、小学生なんだからさ、そんなこと言わないでおじさんと何かして遊ぼう。やだ。え、おじさんとは遊ばない。なんで。最低でも1万円もらうまではおじさんとは遊ばないよ。とんだ銭ゲバじゃねえかよおい。おじさんと僕はそういう関係じゃないかよ。違うよ、普通に親戚関係でしょ。ああ、もうおじさん何しに来たんだよ。すごいこと言うね。お金をくれないんだったら帰ってくれよ。ああ、最終発言出ちゃったね。お金がもらえない。ちょちょちょ、お金がもらえない。一郎くん、実はおじさんみんなに話があって来たんだよ。話しかけてんじゃねえよ。性格悪い、こんな性格だったかな。実はおじさんさ、仕事で海外に行くことになってね、10年ぐらいもうみんなと会えないんだよ。おじさん10年も海外行っちゃうの。寂しくなるけどさ。じゃあお年玉は。やっぱり、やっぱりそっち。僕が10年間で受け取るはずだったお年玉は。年金みたいに言ってんじゃねえよお前。ざけんなよ。これからって時によ。ちょ、引き続けてこれからってのは何ですか。これから僕は中学高校大学とどんどんお年玉の額が上がっていくんだよ。行くんだよって決まってることじゃないよ。それなのに海外逃亡ってどういうことだよ。仕事だよ、出張で行くんだよ。ああ、もうおじさんは親戚でも何でもないよ。いやそれは親戚でしょ。親戚、親戚って言うんだったらさ、親戚の義務果たしていきなよ。義務、僕が10年間で受け取るはずだったお金全額払っていってよ。どんだけの額もらおうとしてんだよお前。払わないよ、いい加減しなさい。え、さ
さっきから聞いてれば先生お金がもらえるのが当たり前みたいな気がして何なんだそれお前金がもらえなくてハーフってどういう症状だお前上じゃねえだろお前明日病院行けお前いい加減した僕だってお金が欲しいから言ってるんじゃないのにそうとしか聞こえなかったよお年玉おじさんがお金くれないよなんだそれお年玉おじさんが俺のことそう呼んでたのかお前もういいよ一郎君には一生お年玉があげないよこんな言ってんのにくれないのおじさんどういう育てられ方してんだよお前だよはい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 さあどうだったでしょうかね、はいはいはい仕事したことないそうだね、はい、初めましてテレビではちょこちょこ見るけど意外と小顔やねんなねそんなに見たら嬉しかなかったあそうあ俺も結構小顔そうですね、小顔つながりの後が何言ってんのこいつさあそれじゃあ行きましょうこれだけお待ち審査員の皆さんお願いしますよスイッチオンさあ2人は制限時間4分のことが心配で夜もなかなか眠れなかったということで今日は無事終わりましたねなるほど強制終了とか言われたらやっぱりいいやんね今までこれで強制終了になった人はいないですねあそうかそうかそれはそうですねさあ今一番下でも820ですからねそうそうそうこうレベル高いねさあ見てみましょうエレキコミックの得点は1位は入れ替わらずキングモコメディのお二人様です。これも優勝できないじゃないですか。これはやってしまいましたね。優勝できないかもしれない。そうっすよね。そうですね。言うなって。さあ2回戦。そう。2回戦頑張ろう。どうしようか。どうしようか。とりあえず落としてもらってください。なんとか。なんとか本当に分からんまだ分からん、はい、インパルス、はいはい、どうでしたかでも次満点取れば全然優勝あると思うんで、うん、まあ得点的にはね別にワニって僕来年のこと言ってんのかなって2週目です2週目、ねはい、そういやまだ大丈夫あちょっとちょっと見てみますか何を見えるのいやいやこいつら余裕の顔してますからね。大使の二人呼んでみますか。キングオブコメディ。あ声は来てないね。来てない。あはい来た。まあ、次頑張りましょう。そういう流れになりましたね。なるほど。本当に僕はこの大会でこんなに緊張しないと思わなかった。すっかり普通になりました。次いける次いける次もダメだったら本当落としてもらってくださいそれは知ったお疲れ様でしたお待ちくださいお疲れ様でしたエレキコミックでございました CM の後ファイナル初進出のこのコンビですここからは元気はつらつオロナミン C エドウィンとご覧のスポンサーの提供でお送りします。さあ、ファーストステージは、はい、あと2組ですね。はい、あっという間ですね。そうですね。はい、ちょっと差はついちゃいましたね。まあまあまあ、でもまあ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 、はい、これからがでも楽しみになってきます。そうですね。そうでしょ、はい、もうここで無理や言われたらね。ダウンミン。いやいや、そんなことはないですよ。そんなことはない。まだまだ見ますよ。さあ、7組目。ファイナル初進出のこのコンビキングの秘蔵っ子ラバーガール2009年キングオブコント東京ゼロ戦が認めた面白いです面白いです、うん、事務所の先輩でもある昨年の王者は彼らの芸風を公表するこれは淡々としてますよね、うん、本人たちはそうなようにネタもやっぱ、お互い感情
ですね、あらわにしないような、まずもう顔が本当にね、能面みたいな顔しますよね、あの大水君はね、まあ、僕はこれが割と普通だと思ってずっと生きてきたんですけど、そんな2人がいつもネタ合わせをしているという場所を覗いてみると、そこはこじゃれたカフェ。まあなるべくおしゃれなところでやろうかなと思ってますね。まあ気持ちの余裕が出るっていうか。ガツガツ感ゼロ。何があろうと感情のバイオリズムがぶれない。だがそんな2人だからこそ、どこにでもありふれた日常の中の一コマに不思議な笑いを見出す。優勝も全然あると思うんですけど、決勝ではいつも通りのネタをいつも通りやって優勝したいと思います。頑張るぞ。ピンの秘蔵っ子、テンション低めの2人が東京コントで花開くラバーガール。いらっしゃいませ。お客様、当店のご利用は初めてですか？はい、初めてです。では説明させていただきたいんですけども、はい、当店猫カフェとなっておりまして、あくまで猫ちゃんと触れ合うことを目的としたお店ですので、お客様が想像されているような性的なサービスは、いや、想像してないです。失礼しました、はい、うちのお店の入り口にですね、新人子猫ちゃん入店と書いてあるんで、たまに勘違いしてくる人いるんですよ。新人って書いちゃうから悪いんじゃないですかね皆さんそうおっしゃいます。じゃあやめましょうよ。そうですね、はい、はい、やめます。やめないでしょ、その感じ。はい、ではお客様、こちらのスリッパに履き替えて中にお入りください。お客様1名様ご来店です。にゃーにゃー、居酒屋みたいですね。うちの猫怖がってますけど、どうぞ。はい、どうされました？いや、なんかスリッパがプープーなんですけど。その音が鳴ると猫ちゃんすごい喜んで寄ってくるんですよ。そうなんですか。はい、大丈夫ですか？猫ちゃん嫌いじゃないですか？嫌いだったら来ないです。よかったです、はい、じゃあどうぞ。はい、はい、ではスリッパ回収させて。あ、もう回収しました。全然来る感じなかったですけどね。ではまず料金の説明なんですけども、はい、1時間のご利用が78猫コインとなっております。何ですかその猫コインってのは。あ、こちら当店独自のお金の単位でして、1猫コインあたり約 12.82 円ですね。細かいですね。まあ、分かりやすく言うと1時間1000円になります。じゃあそうやって言えばいいじゃないですか。どうされますか？1時間でいいですよ。かしこまりました、はい、では換金しますので1000円いただいてよろしいですか？はい、はい、1000円いただきまして、こちらが78猫コインでございます。はい、はい、ではお客様1時間のご利用ですので78猫コインどうでもですね、はいはい、あとお飲み物はどうされますか？飲み物、何があるんですか？何でもございますよ。あ、じゃあアイスコーヒーください。アイスコーヒーないんですよね。ないんじゃないですか？アイスコーヒーないんですけど、はい、ニャイスコーヒーならございますけど。はい、ニャイスコーヒーです。何ですかニャイスコーヒーって？前はそのアイスコーヒーみたいな感じと言いましょうか。あ、アイスコーヒーをこの店はニャイスコーヒーって呼んでるってことですか？いや、ちょっと店の決まりそういうこと言えないんですよ。ちょっとすみません、ちょっとうるせえな。どうされますか？あ、じゃあそれでいいですよ。かしこまりました、はい、アイスコーヒーですね。ニャイスコーヒーじゃないですか？あ、そうでした、はい、ニャイスコーヒーさすがお客様、よくお気づきになられて。お客様、ニャイスです。うるせえ。じゃあ今持って参ります。何かありましたらお呼びください。あ、そうだ、あ、ちょっとすみません、あの、はい、ちょっとあの、今日すみません、はい、すみません、なんでこっちに来てください。あの、ちょっとこう猫カフェって割に猫が全然見えないんですけど、これ猫どこにいるんですか？どこにいるんでしょうね。では電話じゃなくて、ちょっとあのすいません、ちょっと、はい、あのなんでそっちに行っちゃうの？あれ猫いないんですかここ？猫、そうですね。あ、でしたらこちらの猫ちゃんのおやつあげたらいっぱい来ると思いますよ。それあげたら来るんですか？いっぱい来ますよ。あ、じゃあ買おうかな。え、買っていただけるんですか？はい、本当に買っていただけるんですか？いや、買いますよ。いくらですか？こちらいつも無料で差し上げてるんですけど、買っていただけるということで500円。いやです、無料でやってんだ、無料でくださいよ。おい、なんだ。まあいいや、本当に来んのかなこれ。やってみよう。猫ちゃん、おやつだよ。猫ちゃん、どこかな？猫ちゃん、猫ちゃん。マジかこの店。すいません。はい。マジっすかこの店。楽しんでいただいてますね。逆にちょっと楽しかったっすわ。ありがとうございます。まあいいや、ちょっと損したけど帰りますわ。あー、ちょっと待ってください。じゃあ最後にお別れの挨拶させていただいていいですか？お別れの挨拶は、はい、にゃん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 にはいはい、これまたね、はい、よっと変わった感じでございます。はい、お疲れ様でした。
みなさん。もうカメリハがちゃんとできてたね。さあどうでしょうか。さあ集計まいりましょう。審査員の皆さん、スイッチオン。ね、我々初めてですから。はい、初めてです。はい、ね、去年は違われた。去年は、あ、そうか、新鮮ね。なるほど、嬉しい。ガガールの2人は2年連続で準決勝進出で、今年が初の決勝のバトルです。なるほど、はい、どうなる。まあその前がね、ちょっとエレキの点数がこんな感じですから。出ました。さあ出ましたか。